それでは準決勝もう一試合いきましょう。 MC にがり AKA 赤いラズマ VS アンソリティ出てきてください。ではまずビートを聞きましょう。翔さん1個目お願いします。ではケン君2つ目お願いします。ビートは DJ シオンで、もう一回聞きたい。じゃあシオンさん、もう一回聞かせてもらってもいいですか。あとは16の2か8の4か。あ、16の2で16小節、日本勝負で。それでは行きましょう。先行アンソリティ、後攻 MC にがり、16小節の日本勝負、レディーファイ。MC にかわり赤いナズマ赤コーナーなら俺の方が王者。お前青コーナー遊ぼうか、でも本気と冗談ご冗談勝てると思うな。16の2中毒になるくらいのシェフだけどヤバいフリースタイル、孫悟空とベジータみたい。東北のエリアから来ただけどあんたベジータ、俺孫悟空主人公キャラ、ユージローハンマーみたい。圧倒的強さ、人類最強インフみたいの、もっとだけどもインフムよりも東京のストリート、馬数を踏みたいの。ごめん、言いたいことなかったから即興で適当にやっちゃった、ごめん。 OK、 インフみたいのビーツにライド、そいつがしっくり来ないの。そいつはインにこだわりすぎ、俺のフリースタイルいつでもウィスキーは飲めない上のリスキー。あれぜこんな感じ、フリーキーフリーキーフロー、お前よりもダメージ足りきる。 3,2,1 で落ちてくぜフリーフォロー、ピンポイントピントどこに合わせてる、ピンも消してんの。人ならこの乗り方ビートもう一回聞くよ、必要ないでしょ。このトラックが耳なじみねえとか、お前いつも何を聞いてるか気になるな。さっきの半端なメロディーライン、でも嫌いじゃないよお前のことは。いやリスキーだけどもこういった血筋、ちゃんと歩いてきたこの道筋。リガリ君マジ久しぶり、アンソリティ東京インダビルディン。プロの乗り方とかどうこう、インにこだわるとかそんなんじゃないの。今あくまでベース、そしてウェポン、お前らも俺と同じ夢を見てろ。100点超えのイエロー、ガッツリかましに来てるぜ。過去の傷も今じゃウェポン、ゼロからリセット、努力と才能はセット。言うのはやりたいことだけやろうぜ。まだでも俺は全然発展途上国、けど止まれないぜ、これは感性の法則。発展途上国とか言ってんな、こっちはレペゼンナマステハウス、日本のネパール、いろんなところとコミュニケーションも取ってます。はい、お前がビーツに乗れてねえのは最初に因果どうこう、因果応報、みんなどうよ、なんでもいいかい、全部とぼうよ。こんな感じお前もどうこう言うより、まず自分の行動論より証拠で、証拠りなく証拠すぎに、ここにマイクを持ちに来た俺の登場、お前はそこ、こっから退場。ライドビーツ才能愛のないの、お前よりも最強最強、毎度毎度俺のこと。終了。それではでいきたいと思います。先行アンソリティ以外はどうしよう、後攻 MC 以外はどうしよう、もう一度聞きましょう。先行アンソリティ以外はどうしよう、後攻 MC 以外はどうしよう、勝者 MC 以外、アンソリティにも大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。凱旋ピース、もう一度アンソリティの記録をお願いします。働きたいな、でも金がないな、なら行けよタイムワイヤー。
入れてる行動少年から少女脳みそと PC にスキャンした QR コードなら働きたいとこバイトへ行動なら LINE でタイムワイヤー登録はい